ちょうど12時なんで。12時、はい。はい。今から出発したいと思います。どうぞ。はい。で、試合終了が、まあ、4時から5時あたり。5時ですね。4時だとちょっと前半しか見れないっていうところで。すいません。はい。5時ですね。5時です。ちょっと勉強するんですよ。はい。5時からの予定もしっかり組んでありますので、はい、ご安心いただければと思います。ちなみに、どんな予定でしょうかね。はい。まずコーヒーですね。コーヒー。はい、そこからご飯を食べまして、ビストロですかね。そうですね、カモカローダーハルレーゼカステFC 東京とヴェルディに染まってる。どうですか、初アジスタ。やっぱり新鮮な気持ちですよね。内容薄い。いやー、なぜ男同士で観戦。まあ男同士の方がね、楽で。本当だ。FC 東京から閉まっちゃって。到達だ。わあ、来た。グッズ売り場かと思ったら圧倒的マックだった。めちゃくちゃマックだった。全面協力なんだな。ちょっと待ってください。スキヤも FC 東京全面協力。マイケルのも？マイケルじゃないね、あれは。エンリケトレーダーですね。エンリケです。こちらゼビ。でかいね。ヴェルディの看板あります。あれ東京の看板はね、逆に長友だ。こっちはトヨタ。ここあれだ、スタジアム直前です。長友選手、監督、キャプテンあたりがいるみたいな。なるほど。森重さん、ディエゴ、ディエゴオリベ。で、待って、ベリソルのバス。え、ちょっとベリソルバス。あの、これが味の素だね。でけえな、こう見ると。日産並みにできる。お店でも応援しようとのことです。森重さんが叫んだ。一体がファングッズありますね。まあここがメインゲートかな。着きましたね、うん、ここがザ味の素。あ、買ってますね、ユーロスポーツで、はい、グッズ調達しました。ありがとうございます。旅の記念に。お、ジェットコースター見えるけど、読みランかな。あれはどこや。読みランですね。読みランにしよう。やばい、結構雨。ただ屋根あるからね、アジスタは。そうなんです。そこでカバーリングできるのがでかい。この辺ベイソルサポーター多い。ここが多分ビジター。あそこがグッズたくさん売られてますね。はい、行きましょう。あとはここから座席を選ぼうっていう話出ましたね。結構お客さん多いね、後ろ。雨だね。林で旗振ります。いいね、かっこいい。味の素来てみてどうですか。やっぱりマジで第一印象でかい。でも意外とね、はい、思ったより見やすいかも。結構近く感じる。日立大慣れしちゃうと一瞬遠く感じるけど、コーナーのあそこ、あの辺とか結構近く感じれられるから。普通にどうですか、超久しぶりのサッカー観戦。5年ぶりぐらいになるんですけど、うん、思い出しましたよ。気持ちが高まっていくこの感じ。14時現在土砂降りになってきてます、はい、目の前は雨ですが、心晴れ模様です。1本すいませんけど、決してお酒は入ってません。はい、シラフで言ってます、こういうくだらないこと。東京のスタンドからも拍手喝采だ。いいですね、うん、続いての試合、この時間に他会場出してくれると知らなかった。あ、本当、旗いただきましたね。旗いただいたね、フラッグ。応援用フラッグいただいた。なるべく濡れないように使って。濡れないようにと全力で振ります。濡れないように、やっぱり後ろで見てる方々の邪魔にならないように。バリチケ最前線。レッドは今ディフェンス陣が圧倒的にイケメンが多い。上島拓実、小賀太陽、高橋選手。女性ファンはレッドから入るっていうのもあるかもしれない。そうです。まずビジュアルから。ウッチーとタメ線貼れるぐらいのビジュアルになってきた。今は韓国代表のキムスンギさんがやってるんだけど、今はベンチが、なぜベンチが。
反射すごいね。めっちゃお辞儀深い。めっちゃ可愛いな。尻尾ブリンブリンや。おお。シュート練習始まる。ウェイ。結構強いです。右足です。おお。見られてる。いや、いい。で、タミスマさんの方に手上げて。ウェイ。綺麗な場所。上島さんの全力だ。さあ、どっちのシュート。おい、松木めっちゃ止める。割り止めるよ。おしゃべりのとこ取れちゃった。趣旨イーダーチュークイーダーさん福祉追い越しマサヒロ桜井大輔、リネームアシスタントです。割と前半いい試合だったよね。あとはまあ両チーム血液はあったもんな。立ち上がりに FC 東京で、試合終盤中盤ぐらいでレイソルで、あとは決め切るとこやな。審判がねエロー出てるし、 FC 東京側に出なかったから若干荒れ模様よね。後半の試合コントロールにちょっと注目。後半キックオフや、後半で2ゴール期待しよう。いや3ゴールか、3行こう。僕が言った浦和戦同様 0-0 だけど見応えは非常にあった。ありましたね、両チームね、はい、決定機はあったから、はい、で最後の最後にね楽しませてくれたからね、うんうん、楽しめた試合でした、うん、よかった。見応えもあって10番押しで4試合連続無得点中かもしれない。はい、まあ課題だよね。はい、でありがとう味の素スタジアムということで、うん、また来年来るぜ味スタ、はい、じゃあぜひ、はい、J リーグサポーター味スタへぜひ来てください。はい、薬部総備選手、あなたがずっとでかいと言っていた長身のゴールキーパー、はいはい、です。今野選手前半スタメンで出て結構サイドに張ってね、長友をインナーラップさせて時には左足持ち替えてズドンと、ね、狙ってきそうな感じもあったし、クロスも上げてきたと、はい、今野選手に今後注目だね。間違いない。駅に一番近いのはやっぱ今大注目の松木玖生選手なのかな。クリューさんです。うん、クリューさんがもうあそこにいるもん。今日何人いたってぐらいクリューさんいた。